久保さん久保さん髪の毛すごいですね久保さんが剥げるってとはないでしょうねすごいもうふさふさですよね僕はもうダメなんですけどもほらねどんどんあのすごいな、はい、今回ねあのも桃ももかなこれ桃か挑戦かまあちょっと桃にも見えるんでローにしましょうかローはこれね なんでこのローにしたかっていうとこれね、久保哲郎の命ローのロー吉谷拓郎の命ローのローこの命ローのローをつけてる人しか味わわないこの間違いですねもうずっとね、こっちのね太郎のローで間違えられるんですよ <laughs> もう毎回、なんでそっちなのかなっていうね 絶対こっちなんですよね。まあ絶対ないですけど、もう9割9分と言っていいほどこっちで書かれるんですよ。なんか。いや、見本あるのに、いや、一応ここに身分証明書出してるんだけど、なんかこっちになっちゃうんだね。で、まあ、こっから何が言いたいのかっていうと、あの、勘違いしてるんです、みんな。ね。できないっていう勘違い。僕とく、僕もそうですし、久保さんなんか僕は処方見てるんであるんですけど、 久保さんでもできたって本当に声を大にして言いたいですけどね。久保さんでもできたっていうね。マージャン隊のおっさんでもできたっていう。で、僕も、僕の歴史はね、僕が一番知ってるんですけど、君、バイトでも採用難しいよって言われた、その数底辺の僕でも今自由に生きてるわけですよ。だからまあ、もちろん久保さんと僕以外のいろんな事例も僕も見てきてますけども、え、できるでしょうって僕思うんですよね。でもみんなできないという勘違いをしてるんですよ。 一部の人っていうね。だからそれはね、すげえ勘違いだと思います、ね、間違いだと思います。うん。一部の人に、じゃあなんで一部の人に、一部の人しかなれないのかっていうと、その勘違いをしてる人が9割9分だから、途中でやめるんですよ。途中でやらなくなるから、それで一、それはその一部の人になれないですよね。そう。ずっと。ずっと一部の人になれないですよ。だって途中でそうなるんだから。 やっぱ俺には無理かなとかね。やっぱ私には無理かな。稼げないか。やっぱ稼げる人は一部の人だ。ってなるからやめていくじゃないですか。だからずっと9割9分の人生ですよ。で僕と久保さんは単純に、あの、あのしぶとかったっていうね。あの、諦めなかったや。やり続けたっていうね。<laughs> しぶといですよね、久保さんって。<laughs> 久保さんと僕、相当しぶといと思うんですけど。まあこれからもちょっとしぶとくやっていこうかなと思います。まあ素敵な感じ、素敵な勘違いですね。いってらっしゃる。